ちは。こんにちは。はい、こんにちは。じゃあ今日はいつもと違って武田コーチとかがやる休日スクールっていうよりかは選手の皆さんが教えてくれるクリニックと、まあ、ゲーム会なんで楽しんでやってください。この機会に選手の顔と、まあ、名前を覚えてもらって、もしぜひ1月28日は葛飾区の水元体育館で試合やるんで応援来てください。いいですか？静かな声だね。もうちょっと声出せない？応援来てください。はい、言わせてる感じですね。じゃあじゃあここからの司会、こっちのクリニックとかゲームの司会進行、山本コーチやってくれる。コーチ OK。 で、武田コーチは全体見てるんで、みんなの写真とか撮ってるかもしれないんで。やだ。嫌なの？あ、そうですか。はい、じゃあ頑張ってください。わかりました。はい、もう撮ってる。じゃあすいません、ゆうさんお願いします。あ、そうですね。じゃあ選手紹介から。じゃあ一人ずつ選手の紹介を、していきます。よかったら名前覚えてください。はい、私が、山本優礼です。背番号2番をつけています。今日はよろしくお願いします。私は荒井優太です。背番号は7番です。今日はよろしくお願いします。今7覚えられすぎた、これ。こんにちは。聞こえんな。こんにちは。背番号77番の酒井優俊って言います。優俊って言ってください。優俊コーチでお願いします。よろしくお願いします。背番号23番の藤村亮です。今日はじゃあ富士山コーチでお願いします。はい、お願いします。こんにちは。背番号34番の本田渡です。渡コーチでお願いします。お願いします。はい、菊池雄介です。背番号10番です。お願いします。10番みんな沸き立って控えめな10番。21番中村亮也と言います。キーパーをやってます。お願いします。自己紹介初めて。久米俊介です。背番号は25番です。よろしくお願いします。硬い。京谷大河です。22番です。よろしくお願いします。まあ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 。木村博夫です。木村と呼んでください。42番です。お願いします。松本裕介です。27番です。今日はユッケって呼んでください。お願いします。選手怖いね。それうまい。うわ、頭いい。おもろい。隠れた。隠れた。隠れた。はい、あと5秒。5、4、3、2、1。
リアクションしてたよ。じゃ あ2年生みんなこっち来て。じゃあちょっとさ、気づいて今さ、荒井コーチ、荒井選手が降りて、ちなみに今さ、何色いけそう？どう？赤。赤いけそう？黄色。黄色もいけそう。あ、そうだよね、今両方いけそうだよね。じゃあ例えば、じゃあこうどっちかにこう行ってみる。で、あんまり動かさせる。はい、胸があんま動かなかったらこれどうする？黄色いくん。あ、そのまま行ってもいいよね。そうでもじゃあ荒井選手がちょっと黄色をこうやって守ってくれたら赤いけそうだね。じゃあちょっとどっちかに行ってみる。例えば赤に行きながら、じゃあ黄色、やっぱり赤ちょっとなんかどっちかを目指しながら相手を見てやってみる。じゃあ次から行くぞ。じゃあ荒井選手騙してこい。はい、用意スタート。おお、そう、赤行きながら黄色回す。おお、いいね、ナイストップ。はい、用意スタート。よかったぞ。その中で両方行けるようにな、黄色と赤選ぼう。おー、菊池選手見て、ナイス。用意スタート。その後鉄仮面を。わー、ナイス、スピードアップ。はい、用意スタート。そうね、その中でスピード上げたり頑張ってポイント、ステップ踏んで、はい、おー、わー、ナイスと。はい、用意スタート。俺逃げる側か。はい、用意スタート。ナイス、頼む。よっしゃー、よーい、スタート。はい、オッケー。じゃあそのまま。ここは何がテーマなんですか？シュートがテーマだね。ユウスケ選手、タイガ選手、リョウヤ選手ですよ。ボールあったかな？でもね、最初ね、ボール使わない。わかった？わかった？わかった？じゃあやっていこうか。ここね、シュートやるからね。シュート、おー、シュート、シュート好き、うん、いいでしょ。で、最初はみんなここに、先頭がここで、後ろの人はこっち側に並んで、この線。はい、じゃあ先頭、はい、どうぞ。で、みんなこっち側に並んで、で、今、赤と黄色の門があるから、で、ディフェンスが1人いるから、この人に取られないように、どっちか通過、そう、どっちか通過して、で、最後キーパーもいるからコース狙ってシュート。 OK、はい、これマルバでよくやったことある、はい、よし、やってみよう。はい、スタート。はい、はい、スタート、ゴー。あ、はい、スタートアップ。はい、よ、スタートアップ。いいじゃん、ナイス。はい、ゴー。あ、相手をよく見て、はい、いいよ、ゴー。今の最後見て、ここは人が良かったじゃん。何それ、ナイスシュートよし。うわぁ、よっ、どう、人生6人か。はい、600人じゃないです。何年生？150年生。すえー、1年生。さあ、じゃあ集合しよう。やめなよ、押せなよ、押せなよ。じゃあみんな今まで何やってきた？シュートとドリブル。シュートとドリブル。シュートと1対1と、シュートと1対1。鬼ごっこ。オッケー、じゃあここではトラップやります。ノートラップ練習した。いや、でもじゃあキーパーでもいい。でもトラップしないとシュートもドリブルもできなくない？でよ、できない、できない。トラップできないとシュートもドリブルもなんだろうね。え、トラップやったことある？やったことあるの？どうやってやるの？あ、かげえのいいでしょ。で、ここでのトラップは足の裏のトラップの練習します。オッケー。これもできる。
大丈夫か。そう、素晴らしい。聞くぞ、話聞くぞ、話聞くぞ。やべ、練習できなくなっちゃう。練習できなくなるよ。やべ、やべ。オッケー。じゃあここではトラップの練習します。今これトラップ上手くなったら本当に将来日本代表になれるから、ちゃんとトラップしないと。じゃあこれやんじゃね、言葉響かず。じゃあやろうぜ、やろう。オッケー、じゃあみんなこっち、みんなこっち来て、こっち、こっち来て、やるよ。よしよし、やろう。ネイマールがいるところがいい。みんなこっち、みんなこっち、みんなみんな、ユーシュンコーチの前、ユーシュンコーチの前、集まって、一列、一列。ちょ、こう、ユーシュンコーチの前、一列。ちょ、ユーシュンコーチあれ、ごめん、ユーシュンコーチあれ、ユーシュンコーチあれ。今、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 はい、今日はコーチからボール出すから足の裏でトラップしてパス返す。オッケー、来たの。トラップして、はい、止めてパス、オッケー。そしたら後ろ回って大丈夫、オッケー。で、ボールもらう前はしっかり声出してもらってね。いくよ、おい、おい、トラップパス、後ろ回る、おい、あ、いいね。おいじゃん、おいじゃん、いいよ、はい、はい。足の裏ね、足の裏。トラップ、ナイストラップ、ナイス、ナイス。いいね、ナイス。一番でかいよ。はい、いいね。素晴らしい。オッケー、オッケー。みんなが足の裏のトラップ、もう少し上手くなれるわ。オッケー。じゃあどうすれば上手くなれるかって話なんだけど、みんなまだ上から踏みつけちゃう。浮いてるボール？浮いてるボールだったら上から踏みつけないとトラップできないね。でもさ、今のボールって浮いてる？浮いてないよね。浮いてないボールを上からスラップしちゃうと後ろ行っちゃうよ。 OK。 そうだからインサイドももちろん一つだけど、今やってるのは足の裏のトラップ、いろんなところでトラップしてきた方が上手い選手になれるんだよ。 OK。 だから足の裏のトラップでどうやったら後ろに行かないようにするか。前に出す、足の裏をしっかりボールに向けてあげる。足の裏、分かる、足の裏こうでしょ。そうだけど足の裏ちゃんと向けないと飛びれない。そう、ちゃんと向けてないとどっか行っちゃう。ちゃんと足の裏全体でボールをキャッチしてる。 OK。 これができたら次のプレーもっとやりやすくなるから大丈夫。これだけ意識してやっていこう。大丈夫、やるよ。ネイマールとかメッシもこれめっちゃうまいから、みんなできるんだ。いいぞ、やるよ。えぇ、マジか、いいな。すごいな、ナイス。できた、できた、できた、ナイス。いいじゃん、いいね。ナイストラップ。そうだよ、そうだよ。はい。声ちっちゃいよ、みんな。誰一番大きい声出すの。はい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 。いいね。オーケー、素晴らしい。ナイス。そうそう、うまい、うまい。いいね。そう、ナイストラップ。そうだよ、足の裏向けて。そう。グッド、ナイスネイマール。そう、ナイストラップ。ナイスメッシー。はい、今度ボール使います。ドリブルね、ドリブルで1対1、黄色か青か通過したら勝ち。で、そしたら取った人は向こうのゴールにシュート。 OK、はい、ディフェンスが取った人は向こうにシュート。じゃあ行くぞ、用意スタート。こっちから突破しよう。こっちでしょ、と見せかけて、こっち。ナイス、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 グッド、いいね。赤と見せかけて黄色いけたね。ナイス突破。そうそうそう、さっきのちょっと鬼ごっこも思い出そうね。どっちか行きながら、だ相手どうかな。はい、ナイス突破。落ち着いて、あー、いいね、ナイス、動いた。いよいよ、そのステップで相手がどっちに動いたかを見てやってみよう。お、そっち開いた。そうそうそう、ナイス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 、いいじゃん、いいじゃん。よし、行くぞ、はい、よいスタート。こっちか、こっちやめた、こっちやめた、こっちやめた。じゃあ、ちょっと今度みんなさ、選手同士の1対1見たいよ。見たくない？見たい、見たい。じゃあ、新井選手。じゃあちょっと、選手同士で、ガチで。じゃあ行こう、スタート。じゃあ、お、うまい。すごいスピードが、あー、ストップも行くか。じゃあ、もう一回行こう。新井選手、もう一回ですか。今、どっち？じゃあ、僕やってみます。さあ、エースアート。こういう奥に繋がらうまい。ディフェンスをこうやってね、厳しくいこうね、ディフェンス。うまい、ナイス。
さあ、木村選手、交代です。みんな持ってます。じゃあ、新井選手、続きディフェンスで。木村選手、あ、OK。じゃあ、これです。よいスタート。負けないで。おいおい、痛い痛い、早い。ハイラスト、木村選手、これでいいよ。うまい。こう今背中見せながらこう一個引き回って、はい。もう一回距離詰めてみます。オッケー。じゃあ今の参考にみんな頑張るぞ。参考になった？あんまり。じゃあ行くぞ。スタート。もうちょっと。じゃあもうちょっとでおしまいね。もうちょっと。ナイスグッド。ナイストップいいよ。ナイス。ナイスグッド。オッケー。山本コーチ、今の練習はどういうことを？はい、そうですね、やっぱりみんな丸場の選手なんで、みんな1対1がすごく上手な選手がやっぱりいるので、その1対1をこの子どもたちに、伝えたいという思いもありまして、今回こういう練習をさせていただきました。この1対1を、やっぱりやるからには試合でもね、みんな生かしてほしいし、チームに入っている子たちもそれぞれの試合でチームで生かしてほしいので、これをきっかけにね、ちょっとでも自分たちのレベルが少しでも上がるようにと思って、やらせていただきました。はい、なのでまた次も頑張ります。僕たちも頑張ります。はい、ありがとうございます。で最後はコーチが真ん中に立ってくれるから、パスをあれね、パス出して落としてもらったら、ごめん。じゃあみんなは外さないよね。はいはい、オッケー。コースによってどこだったらキーパー取りづらいかも考えてシュート打ってみます。はい、スタート。あ、はい、いいよ。打ったら次の人ボール出していいよ。うお、そう、あれやばい。ナイス。ナイス。エアウ。止めれば。危ない。やっぱさ、ポストら辺とかさ、やっぱ一番端ってキーパーも動かないと取れないんだろうし、あとさ、人のさ、人がこうやって立った時にどこに来られるってさ、ちょっと反応しづらそうだね。ここら辺とかね、そういうところもちょっと考えて狙ってみて。はい、どうぞ、ラスト、はい、ラスト終わりまでシュート打って。おーし、いいじゃん。おーし、みんななんか違う。今の練習はどういうこと？どういうこと？ポイントというか。ポイントは、そうですね、ゴール前で、キーパーを見ながら自分がどういうコースを狙って打てるかっていうのを、落ち着いてっていうのができれば、ゴール前での得点率だったり、やっぱり子供たちシュートが好きだと思うんで、そういうところでいっぱい点取れるようになったらもっと楽しくなるかなと思うんで、そういう練習に慣れたかなと思います。はい、ありがとうございます。試合中さ、全部自分のところにボール来るとか限らないから、ちょっとボール散らしていくよ。いくよ、はい、そう、ナイス、素晴らしい、大丈夫か。足の裏で、トラップ足の裏で行こう。さらに行きます、足の裏で。そう、ナイスロー。
そう、ナイスネイマール、ナイスネイマール、そう、ナイスともきゅう、いいね、いい音、そう、素晴らしい、ナイスだ、はい、いいね、いいよ、いいよ、はい、そう、ナイスだ、はい、ずっと、そう、はい、はい、ナイス、足の裏ね、足の裏、はい、はい、そう、ナイス、はい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 、はい、はい、ナイス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 、ナイス、はい、ナイス、はい、もう一回レベル上げて、もう一回か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 、もう一回、もう一回、はい、レベル上げて、いいよね、もう一回か、もう一回、ごめん、はい、はい、はい、いいよ、はい、はい、そう、ナイス、はい、はい、ナイス、ナイス、はい、どう、はい、誰だ、ワケストップ、ナイス、めっちゃいい、なんかレベル上げてさ、ボールちょっとさ、ずれたじゃん、ボールずれちゃったよね、ボールずれちゃったよね、オッケー、でできてるお友達もいた、オッケー、ボールが来たのに対してさあこっち向いてるかな、みんなみんなコーチ話してるよ、大丈夫、オッケー、ボールが、ね、ずれたのに対してその場で足伸ばしてなんとかトラップしてるお友達もいたのね、これトラップなんだけど次プレーしやすいとしづらいよね、だからできてるお友達もいたけどずれたのに対してはしっかり自分の体ごとずらしてトラップする、なおかつやっぱ正面、オッケー、しっかりコーチパス出す相手に対してへそを向けるように、オッケー、大丈夫、それだけ意識してもう少しやっていけよ、大丈夫、はい、はい、もうちょっと終わるぞ、いいね、じゃあラスト、はい、ラスト5本、はい、ね、ラスト6本だ、はい、そう、誰が一番大きい声出せる、はい、いいね、ラスト、ラスト一緒、ラスト一緒、そう、ラスト一緒だ、はい、いいね、ラスト、ユウシュン君がブロックしてきた、そう、一番声出てるね、ナイスアップ、ほらほら、ナイスネイマール、ナイス、はい、ナイス、もう一周終わった、ナイス、ナイス、ナイス、もうすごい、もう一周終わった、ナイス、終了、終了、おしまい、おしまい、おしまいです、おしまいです、みんなじゃあ集まるぞ、コーチ呼んでるよ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 、オッケー、じゃあ今日ここのトラップの練習終わりです、この後みんなで試合あるのかな、あるからトラップ、シュート1対1したのかな、したしたでしょ、1年だけ、1年だけ、これは全部後でゲームで活かせるようにやっていきましょう、なので足の裏のトラップみんな覚えてね、ちゃんと、うん、今日はありがとうございました、ありがとうございます、さあ、給水、みんな給水だ、給水、うん、まあ、コントロールっていうのは全てのプレーの元となっているところで、シュートもドリブルももちろん大切なんですけど、コントロールがうまくいかないとシュートもドリブルもできないんで、一番フォーカスしないといけない一番大切なポイントがコントロールなんで、コントロールを教えさせていただきました、じゃあ一番の選手の方手挙げてください、はい、一番の選手の、はい、行って手挙げてるところに、はい、二番の選手の人手挙げてください、はい、じゃあ、はい、わかりますね、はい、三番の選手、はい、奥、はい、はい、藤田からそう、はい、4番の選手、はい、医療としてですからね、はい、じゃあ名前とか確認して、名前確認して、選手の名前と子供たちの名前確認して、YouTuber、 自己紹介、 カメラさん、自己紹介してて、 OK、 やばい、みんなの名前も教えてよ、シュー、シュー、シューね、カイ、シューはカイ、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 ごめんなさい、カイです、はい、どうぞ、ユミ、違う、違う、違う、タイガのチーム行ったらいい、そっちだね、間違えたね、チーム間違えたんじゃない、そうめん、そうめん、タイヤキ、タイヤキ、70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 
ごめん。キープ。一人に構成。うわ。